おおお、でもすごいね、ちゃんとよくできてるよこれ。これは楽しいな。犬番ご夫婦です。そしてトイプードルの牛太郎くんと肉丸くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何ですか犬番って。犬番なんです。犬番です。犬がメインの番だよね。そうです。番に乗ってるので犬番です。犬と番でまあ旅行する。なるほど、はい、楽しいよ ね。そもそも犬番でワンちゃんと旅をするきっかけ何だったんですか。はい、うん、きっかけはですね、もともと犬がいない頃から、はい、夫婦で軽の番とかで車中泊旅をずっとしてたんですよ。そこから結婚して犬を飼うようになってから、はい、ちょっと軽の番だと手狭になって、車種は何ですか。最初はですね、バモスですね。バモスね、結構乗り換えてるんですけど、でその後エブリワゴンですね。で次に犬が2匹になってからフリードスパイクを乗って。フリードスパイクはいいよね。はい、で大きさがいい、あれ。その後ステップワゴンに乗り換えて。全然いいわ。そうなんですよ。で全然いいわ。でステップワゴン乗ってたんですけど、今の車を見つけてですね、あ、これがいいって言って買い替えて今の車になった。じゃあちょっと後でね、はい、ゆっくりしてみましょう。年間どれぐらい行かれるんですか。年間そうです、仕事をしてるので、大体大型連休の時は結構、もう何でしょう、5日とか6日とか1週間とか大田連休ってね、はい、その高速道路混んでるじゃないですか、はいはい、そうするとここでもう30キロ渋滞とかそういうことってないんですか。いや、あるんですけど、ね、結構ですね前乗りしちゃうんですよ。有給休暇とかを、ね、その大型連休始まるちょっと前とかに取っちゃって、先に行っちゃってからで、みんなが帰りで混む手前に帰ってくる、はい、賢い、はい、という感じをやってます。賢いな。仕事は何してるんですか。仕事は IT 系ですね。なるほどね。ほとんど家で、リモートワークでやるので、だいたい車の中とかでも仕事したりたまにしますし、そういう使い方もしてます。そんな虫のいい仕事があるんですか。虫のいい仕事があるんですよ。虫がいいよね。俺たちはさ、いろんなとこさ、出稼ぎ行かないとさ、そうですね、ちょっと家でさ、IT 関係したってさ、ずるくないじゃん。むしろ羨ましいですよ、ね、羨ましい、俺たち市場行っちゃってさ、そうですよ、出稼ぎ中ですから。いろんなとこね、行かされてさ、行かされてる。俺ら好きで行ってるから。でもそうだよね。どっちが九太郎くんで、どっちが肉丸くん。九太郎がこっちですね。九太郎くん、はい、でこっちが肉丸です。何歳なんですか。はい、九太郎くんと肉丸くん何歳。九太郎はですね14歳です。14歳、もうそんな言ってくれてんだ、はい、結構もうおじいちゃんなんですけど、はい、で肉丸が9歳です。まあ、2人ともシニアなんですけどね、はい、へえ、あ、どっちも男の子。そうですね、はい、あ、そうなんだ。やっぱあれですか、この2人でいるキャンピング車に乗った時もワンちゃんがいるとなんか会話が弾むんですか。あ、弾みますね。まあ、大体いろいろやらかしてくれるんで、もうこのそうするとやっぱり必然的に、会話が弾みますし、なんか世話しなきゃいけなくなる時が来るので、共同作業が。ね、2人だとさ、なんかもしかしたら喧嘩するかもね。はい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 、で、ワンちゃんがいることによってね。そうですね。もう全然本当に癒しですね。全部吸い取ってくれる感じです。そうですよね。それがいいよね。ズバリキャンピングカーでワンちゃんと旅する魅力は何でしょう。まあ、いろんなところに犬を連れて行けるっていうところが一つと、犬がいるとやっぱり結構限られるんですよね。食べるところだったりとか、お店に入れないところですね、はい、でそういうのもあるので、どっか公園だったりとか道の駅だったりとかで中で食べられたりしますし、一緒にずっと入れられるんで、はい、いいね、いいですね、はい、楽しいよね、はい、では犬番ご夫婦が犬旅を楽しんでいるキャンピングカーを見に行きましょう。はい、犬番のご夫婦様、こちらはどんな車でしょうか。いや、見たことないんだけどこの車。あ、本当ですか。うん、日産のですね、NV200 っていう商用車がベースになったキャンピングカーです。これは実は一番人気です。見たことないよ、街中で。いい走りしますよ、マジで、はい、とかニューヨークのね。あ、そうです、タクシー、そうです、ニューヨークのタクシー、イエローキャバリーな。そうです、そうです、はい、あ、そう、そう、すごい、だからもう大ヒット商品です。あ、これ5ナンバーですよね。今もこれキャンピング車なんで8ナンバーなんですけど、はい、普通はね5ナンバーになってあって、だから
コインパーキングとかも入りやすいんで、すごく、うん、ね、地方でもね、そうですね、サイズ感的に結構ちょうどいい感じです。はい、決め手はその辺ですか、この車を選んだ決め手は。もともと駐車場がやっぱりそんなに大きな車が入らない状態もあったので、あとは荷室が結構広くって、うん、でキャンピング仕様になってて、結構後ろがかっこよかったんですよね、ガレージっぽくて、うん、じゃあちょっとこだわりのポイントを見せてください。お気に入りは、はい、お気に入りはですね、はい、まずですね、結構この車のギミックがいっぱいありまして、はい、これ普通なんですけれども、このシートが前の助手席と運転席が回転します。あ、はい、なんで後ろ向きになって、はい、でここはスライドのシートフラットなんですけど、はい、で4人がここでくつろげるようになっている。おしゃれおしゃれ、はい、そんなギミックがあります。で、あとは屋根がポップアップルーフなんで、うん、はい、ポップアップで上がります。これはメーカー仕様ですか、赤多分、はい、あとビルダーさんっていうんですかね、コンピュータービルダーがアネックスっていうところが作った。あ、そう、これって変な話、おいくらぐらいするんですか、これ全体でいくらだったんですか。全体で大体500半ばぐらい、ね、結構高いんだね。はい、そのぐらいですね。お気に入りはじゃあポップアップ、ポップアップと回転するのと、あと結構あるんですけど、ですね、ちょっと後ろいいですよ、どんどん、はい、どんどん行ってくださいよ。実はですね、これがベンチになってるんですよ。これいいじゃない、いいじゃない。で、今こうやって組んでるんですけど、はい、これ全部ばらけられるんですね。はい、でこれテーブルになるんだ。そうです。これはベンチとして2つ外に出して、うん、でさっきのそこのテーブルを外に出し て、もうキャンプができるんですよ。あ、本当に遊び車ですね。はい、遊び車です。なんで、まあキャンピングカーというよりか、もう外と中で遊ぶみたいな、そういう仕様の車で、床もですね、もう土足仕様なんで、靴を脱がないでもうガシガシ使って。ここですね。はい、そうです、そうです。ちょうどこのかね、だから、ね、雨でも平気でって。そうです、そうです、はい、全然気づかなくて、色もドロドロのまま上げたりして、でもすごいね、ちゃんとよくできてるよ、これ、うん、これポップアップで上に寝れるんですか。寝れます、はい、一人で寝れます。あ、寝れるの。はい、上げましょうか。はい、おおおお、お外から見た方が分かりやすい。ああ、はいはいはい、ここはこう網戸になってる。はい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 、へえ、いいじゃない。いや、いいね。土屋さんね、はい、こういうところの生地がやっぱり日本製なんですよ。あ、そう、というのは劣化が少ない。で、こういうところ今ずっと畳んでるでしょ、はい、でこういうところからやれてきちゃうんですよ。そうか、結構ちっちゃいんですけど、うん、意外といろいろありまして、うん、ここにコンロと水が水道があるんですよ。え、水道、はい、ここに。あら、本当だ。お、水道があってでコンロもあるんですよ。使わないでしょ。水はあんま使わないですけど、ここは結構コーヒーとか飲んだりするので、ね、はい、結構使います。ガス、ガスです、はい、カセットガスです、はい、後ろ側にあって、はい、そこで入れれば気がつきます。これ例えばベッドにするのに、あ、はい、時間はどのくらいですか。やりましょうか、今。あ、お、お、お、動いた。お、これが結構こういう感じになります。お、ほう、でこれが、まあ、ベンチにもなって、ここに置けばさっきのキャンプセットみたいになるんですけど、これをスライドして並べれば、あ、これでベッドです。あ、はい、なるほど。あとはこのシートを、あ、このシートが、はい、このシートが引用できるんだ。そうです、そうです。あ、これ、これを、はい、これを引いちゃえば。あ、なるほど。じゃああれですね、旅してる最中はもうこのまま、うん、そうです、そうです、はい、フラットのまま、フラットのまま出ちゃって、めんどくさいもんね、はい、でもうそのまま車中泊をして、そうだよね、帰りに直して、うん、もう寝ないってなった時は直して、うん、そうだよね、なんでしょう、こうソファーにして、そういう時にどこに置いてるんですか。あ、テーブルはもうそこに入るんだ。ですね、これちょっと自作したんですけど、これは実は、うん、ここにこれでかけちゃった。ああ、なるほどね。奥入ってくの？はい。まあ、横でもいいんですけど、うん、ですね。はいはいはい。あ、なるほど、畳めるんだね。はい、こうして、ここの溝にこれをこう入れると。引っ掛けて。はい。これで。おお、なるほど。で、こっち側にかければこうもできます。ああ、そういうことか。はい、これは楽しいな。ワンちゃんは寝るときはどの辺にいるんですか。あ、もう一緒に。あ、一緒に、どこに。まあ、川の字というか、ね、股の間とかで寝る。そうなんだ。おしっことかしないの。
そうですね、しないですね。まあ、したければ結構アピールして、はい、なんか吠えたりとかして。いやいいな。これはまた結構ギミックがたくさんで面白いです。面白いですね。あっち回転させるとだいぶ広いですね。そうですね。そうだよね。いやーこれは楽しいわ。楽しいですよ、ね、はい、うん、ね、では犬番夫婦、ね、犬番ご夫婦楽しいわこれは、はい、キュー太郎くんと肉丸くん、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。改造車買取専門店改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。改造車買取専門店改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。